どうもシズンナオです。シルク、ザコ、マサイ、モト。さあ本日は、本日は何？皆さんトラップで遊んだことありますか？めっちゃある。ある。これ今前に座ってる2人、シルク君、ザコ君は、なんと彼らトランプでほとんど遊んだことがないと。ないです。珍しいな。そう。マジ？どこで遊ぶの？どこでも。暇だなトランプしようぜってなるのよ。よく言うけど暇だなトランプしようぜって言うけどさ、暇になることを見越してめちゃめちゃトランプやりたいやつじゃん。やること見つけやってなら、なんかトランプとかじゃなくて。勉強とかしろよ。持ってきてんのかも。え、じゃあトランプの代わりにじゃあ何したい？いや普通に喋りゃいいよね。え、じゃあ喋るのとトランプするのどっちでもいいじゃん。え、そんな生半可な思いでトランプやってんのやばお前ら。何それ、ね、認識の違いがする。いや、やるなら、やるならかもしれない。本当ほんと申し訳ございませんけど、学校とかでトランプやろうぜって言ってるやつ見て何してんのって思ってるタイプ。同感。そうやって言われてしまったらもうあんたちトランプはやらせない。あー、まあいいんじゃない。今日はちょっとやったことないものをやってみようシリーズでございます。はい。ということで本日トランプ編ということで、こちらトランプを持ってまいりました。はい、トランプ。俺これは手品するもんだと思ってる。で、今日、まあそんなね、トランプって今いろんな遊び方とかいろんなゲームがあるんですけど、今日2人にやってもらうトランプ遊びが大富豪でございます。おー、名前は聞いたことある。名前は聞いたことある。まあマサイモトキもちろんやったことある。もちろんバリバリやってきたよ。俺もやったことある。世代によっては大貧民って言ったりする。そうだよね、歌詞にもなってる。意味が全然違うじゃん、大富豪と大貧民。全然ゲーム変わっちゃうよ。やったことない。やったことないし、何その格差社会の縮図みたいなゲーム。簡単に説明するとね、もう中身が分からないように説明すると、大富豪のゲームで遊んで、また大富豪ね、大富豪のゲームで遊んで1位のお前話してないや。もう興味ねえよ。まあ大富豪ってゲームは、まあ1位の人が大富豪、ビリの人が大貧民、ゲームの順位によって格差ができるっていうゲーム。引くわ。ちなみに聞くけど面白いの？面白いからこんだけみんなやるんじゃん。面白いよ。君らなりにルールを考えて大富豪をちょっとやってみてください。大富豪、まあちょっと複数でやったのがまあ面白いんで、一人ちょっと助っ人入るんで、こちらからは一切口出ししません。じゃあさ、そいつがスタート切ってくんね。分かった。あ、もちろんな。そこはな。そしたらそれでいくわ俺ら。分かった。だから初めてやるものを初心者同士がやったらどうなってしまうのかっていう検証の動画でもあります。はい、分かりました。なるほど。ということで二人に大富豪をやってもらいましょう。それでは大富豪を始めていきたいと思います。はい、二人が思うようにやってください。まずは手札を配ります。あ、手札あんだ。そりゃそうだろ。いや、これは見せちゃいけないんでしょ。見せちゃいけません。手札オープン。あー、分かった。何となくルール分かった。え、マジ何となく分かった。いや、じゃあだってここでルール分かる要素ないから。ない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 。じゃあいろんなローカルルールありますけど、一応じゃあ全部ありでいきましょう。全部あり。知らんし。いや、だから今日新しいローカルルールが生まれるかもしれない。それは期待。ということで、じゃあ僕からでいいですか？任せる。そう、なんか僕の言ってからちょっとヒントを得てください。読み取るわ。で、じゃあこの順番でいきましょう、うん、じゃあ大富豪スタート。スタート。おい、じゃあ僕の番いきます。キモ数字。ダサ。1から13上巻まであって5だからね。ってことは5は強くもなく弱くもないんだよ。俺ちょ、分かった。お前分かった。いや、俺のファンなんだよ。俺のファンなの。どんな風にこのゲームが進もうと一切止めないんで、もうガンガンやっちゃってください。じゃあ、あえて、おぉ。じゃあ上に重ねてください。それだけは。じゃあ上に重ねていけない。上に重ねてください。次、ザカオの番。大富豪、大富豪5。大富豪の5か。そうそうそう。あ、大富豪の5。何言ってんだこいつ。いや、難しいな、この大富豪。あの、言わせてもらうともう違う。え、でも嘘でしょ。5出して、5出して、もしももう1個5持ってたとしたら、これ全部総取り。あー、あの、そうだね。金持ちになる。大富豪。そういうことね。じゃあ、なんとなく2人が終わったなと思うところまでやりましょう。あ、じゃあ、どうしよう。追加した。いやいやいや、取られた。いやいやいや、取られた。ザカすごい。俺の前でいいの？まあ、俺初手だったらね、関係ないから。じゃあ、はい、今度は9で。希望関係あんだな。じゃあ、スペードの1を出してみます。出して、で、この合計が10じゃん。で、俺ももう一回10出す。そうだよね、さっきのルールだとそうなりますよね。そうそう。で、今10になったから。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。で、俺クローバーの10あん。あ、すごい。おでも10ないわ。じゃあ俺これ出してこう打ってきた。ちょっと待った、お前もあるの
うなってんだろう。10だ。どこだかこれ。どこだ。これもらっていいですか。いいよあげる。もう何のゲームだよこれ。もうほら。でーん。うん。まあでもこれは多分ベーシックに行こう。ベーシック。なるほどね。じゃあまあじゃあ一応流れのじゃあ10に出しますよ。でも12ないから。ちょうどいいじゃない。残念。俺がある。おお。残念だ。取られた。じゃあ行きますね。え、やばいことし始めたんだけど。お前の3枚と8よ3枚。なるほど。おお。絶対来ると思った。俺は大富豪になってるぜ。3が3枚だ。お前はこういうのはありなの。それはありだよ。ありだ。ありだ。じゃあ僕7、3枚出します。もうジョーカー2枚持ってるから全部取れるってことでしょ。うわ大富豪よ。お前お前ありがとう。スペシャルカード使うよ。スペシャルカード。どれ富豪ですから。これ出したら一発あ、もらえる。うわー、キングはもう1枚勝ち。おそらくでも残念だ。俺もある。うわ、お前もじゃん。え、でもそのタイミングで使っちゃってよかった。だって別にいつ出しても自分のものもある。え、じゃあ待って、じゃあ俺もキングですか。え、うわ、それもキング。俺も絶対もう勝ち確ない。絶対だね。9。あ、ベーシックに戻ったな。戻ったね。俺、僕ないです。ちょっとまた、え、うわ、強っ。無理だ、ないもん。あ、必殺カードもない。え、2と俺ね、2はあんのよ。うわそんなバカな。お、2あった。お前だ。じゃあこれ俺お前だ。それあんたじゃ。ありえねえ。出して取ったから聞いた方だよ。僕あと2枚なんですよ。出します。エースはもうエースで返せんって。俺のが幸福度合い。待って俺分かんないけど、これ同じ数字出していいんだよ。最後の1枚出します。上がった。うわ、上がり。上がるとどうだ。幸福。あ、じゃあ早く終わっただけだ。早く終わった。はい、そうだから俺らがもっと取れば俺らが勝つ可能性がある。へえ。3だな。きたきた。おお、え、4出すと。あと俺4ね、2つあんじゃん。うわ、うわ、ないでも俺普通にこっちがあんだよ。ええ、うわっ。おお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 おじゃあ僕14枚。俺15枚。お、俺ね21枚。うわー、よーしー、大富豪になりました。これでゲーム終了です。ゲーム終了。じゃあ一旦ゲーム終了でございます。はい。お二人どうでした？これ見てて。いや全然大富豪じゃないし。こっちから見たら未知のゲームです。もう1ゲームやります。もう1枚やるやろ。よしよし。あ、いかにも弱そうなやつ来たな。おい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 、お前ら大富豪強いって聞いたけど、むちゃくちゃ強いよ。マジで。さっきのルール全然違かったんで、ちょっとまた新しい形を模索しながらやってみてください。第2ゲーム目、ちょっと大富豪のやり方探してみてください。おお、大富豪といえば定番の始まりじゃないですか。ですよね。そうですよね。定番。こいつが忍者。うん、オッケー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 。じゃあロンチケール。これ3。戻ら、戻った。なかったら、なかったら引いていいよ。え、はい。え、遠くね。ダメだったらダメって言ったよ。ダメだよ、ダメだよ。違うの、ダメだよ。あ、ごめんごめん。引いて。きついそれは。引きます。引いてなかったら。いくよ、僕の番終わり。ないわ。ないわ。頼む。おー、来たー。うわー、すげーな。ちょっと、めっちゃ楽しそうじゃん。ないわ。あの空間でやったら面白い。うわー、来たー。しゃー、迷うんだ。システムは一緒なんだね。どう来るか。あ、ないわ。おっしゃ、来た。マジ。あいつちゃんとやられてんじゃん。おお、うわー、ないです。引いてみていいぞ。なに。おっしゃー。ジョーカーだった。マジか。強っ。しょうがない、俺1枚しか持ってないから出すしかないよな。え、キングもだよ。いいんだよ、キングは持ってます。そのせいだ。まだあった。マジで11でしょこれ。うん、いけました、いけました。はあ、
お、いいね。こう来た。違う違う、当たり前のやつだけど、続いた。おかしいんだ。すごくね、これ。え、やばいね。マジ？はぁ。なに？うわぁ。持ってんだな。なんだって。すごくね？マジ？うわぁ、やばい。やばい、やばい。うまいですけど。うわぁ、なんかわかんないけど。これ引かなかったもんね。そうだね。引いちゃうわ。マジか。6しかないね、6しかないんじゃない。うわー、よいしょー。はい、じゃあ数えて。はい、元木12枚です。シルク24枚です。強っ。うわー、18枚です。えー、大富豪。いや、いい勝負だったな。こちらからの意見言わせてもらうと、全く大富豪ではございませんでした。また全然違うけど、ちょっとその遊び楽しかった。結構楽しかったね。なんか普通に見ててめっちゃ面白そうだった。うん。あ、じゃあ引く式じゃないんだ。なるほどね。ちょっとこのままやっても絶対ルールはたどり着かないと思うんで、うん、2人に答え合わせじゃないけど、2人に大富豪を見てもらうっていうのが今回の動画の目標なので、ちょっと元木雅也俺で1回大富豪やってみてます。で、なんとなく2人でちょっと答え合わせしてもらえたらなと思います。ああ、じゃあルール言わないでね。出すだけ出してこうテキパキやって。あ、オッケー。じゃあちょっと3人で大富豪実際に遊んでみます。2人にとってはこれまあほぼ答え合わせみたいなもんなんで、うん、実感しながら見てみてください。まあとりあえず手札はフルオープンなんだね。そうだね。どのぐらいあるんですか。ヤギぐらいの得。イレブンバック。イレブンバック。イレブンバック。サッカーの話。革命はなし。革命。革命。何それ。うわ、かっこいいこと言い出した。じゃあということで、じゃあゲームスタート。はーい。はい。は。そうだよな、お前らからしたらな、非常識。モラルがなってない。うわー、4、6。確か偶数なんだ。奇数には奇数しか出せない。縛り、ほらほら、奇数だ。ロロロロロロロ、縛った。2ずつ上げていくゲームなんだ。俺、え、4上がったの。え、どういうこと、どういうこと。パスです、パスです。え、取られたんだけど。あ、まあそれは出せるね。あ、まあ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 、まあ、ほらほら、ニュース上がってるんだってさ。激芝かよ。本当だ、クローバーとフェードで縛ってるんだ。ハートとダイヤ出さないと。ほら、イレブンバック。え、これがイレブンバックか。はいはいはい、あるんすね。じゃあパスで、パスで。じゃあ、はい、え、あとザコ出して。おお、これが一番弱いんだな。これ出すの。いいね。でもなんとなく全体見てきてない。ないというか、だって持ってた、出てた。え、木剣心集めるゲームなの。俺がね、ここいつも集めてるからね。お、え、激芝返ししたの。うわ、強すぎ、強すぎ。3が弱くて2が強いってことが分かった。これ雑魚なんだ。これ雑魚、これ雑魚なんだけど、雑魚なりの付け方してるから。やったー。1割だ。はい。うわー、1番線。はい。うわー、オッケーオッケーオッケー、分かった分かった。リガヒリだ。ありがとうございました。分かった分かった分かった。8が切れるんだ。なんとなく分かりました。数字の強さ。2が強い。ジョーカーがたまに何にでもなれる。なんか色の縛りがマークだね。なんか次ぐらいでちゃんとしたのいけそうじゃん。なんかじゃあちょっと入ってみます。じゃあ最後にちょっと全員でやってみましょう。これで最後までゲームできたら大富豪ができるようになったということで、これでもしできなかったらもう諦めましょう。じゃあダイヤの3持ってる人まるシルクからってことは、ダイヤの3がちょっと上げるのか。いくよ。おい、はい、おお、正しい選択がこういきますね。そうね、次ザコ。ここ大丈夫。いや、あの、間違った時点でもうゲームやってますんで。やめて。間違った時点でね、もうそこでおしまいです。わかりました。怖え。あなたたちにかかってますから。はいはい。待って、俺プレッシャー弱いんだけど。続けよう続けよう。最後に強いより出すもんね。そうそうそう、それはいいね。これができたら大富豪ができるようになったということで、ザガコお願いします。頼む。パスな。ああ、パス、パスなんだこの状態で。まあまあ、でもできなくはないよ。できなくはないよ。え、すごくね。ありえるんだ。初手パス。これを目の前にして。え、こんなにいい場面もう二度と来ないからね、このゲーム。嬉しいのに。一応ルールとして成立してる。成立してる。オッケーオッケー。いいよね。じゃあ、あなたの番組。雑魚優しいな。はい、すごいな。じゃあ、はい。あ、縛りだ。縛った。じゃあ、俺かな。じゃあ、私はこれを出します。うん、じゃあ、僕も順調。なんとなくこれで縛りというのが伝わったかな。こうじゃね。順調。おー、できてる。賢い賢い、すげえ。あ、オッケーオッケーオッケー。待った。はい。おおー、すげえ。おー、すげえすげえすげえ。
嬉しいね。できてるできてる。さっきあんなパスしたのに。じゃあ、じゃあ坂本さん答えてください。待って、あ、あるよ、多分。いや、でもあれでしょ。何が、何が、あるある何が、ちょっと待ってくれ、マジで。2より強いのがある。どうする、どうする、出す、出さない、出したいんだけど。匂いも強いわ。間違った時点で終了ですよ。え、じゃあ出さないよ。だって間違ってんだろ、お前ら。その辺笑うってことは。いやいや、分からん、分かんないけど。分かんないよ。え、俺2つで迷ってんだよ。ちょっと待って。あ、そう、あ、そう、2つで迷ってるのあるの。こんなおかしいこと言ってる。え、でももしかしたらザカオむちゃくちゃ強いのかもしんなくね。じゃあザカオお願いします。いただきます。いや、これどっちか迷うな。じゃあ、これで。はい、終了。間違えたんでゲーム終了。え、じゃあこっちだって合ってたってこと？違います、違います。動画見てくれてありがとう。セガンベリー Twitter、インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので、たびに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。